ウェイス高野です。今日はね、妖怪道プロスピ妖怪道の累計が終わったんで、累計の開封していこうかなと思います。多分ね、ゴールド結構あるね。まずはゴールドを消費していこう。なんと9枚もあったので、ワンチャン1枚ぐらい S ランク出るかもしれない。いきましょう。はい、ってことでね、ゴールド契約書にはいつも通り裏切られたので、最後に S ランク契約書でビシッと神引きしとこうと思います。さあ来い。アイトー。